Welcome to シルビチャンネル。ようこそシルビチャンネルへ。今回キューベをやっていこうと思います。2-6になります。2-6は前回クリアしたんですけれども、今回トークンをね、改めて探していこうかなと思います。完全なネタバレですのでご注意ください。いや、音楽がいいですね。ステージ3が出ました。まあ、ただ2-6をちょっと取ってないので、せっかくならね、チャレンジです。どこに隠されているのか、せっかくなんでね、楽しみですね。この、本来の道筋とは別に、これ探していく感じはですね、とても楽しい。何より音楽がいいですね。あら、この読み込みに少し違う。どっかにあるんですね、見逃さないようにして、違和感を見逃さないようにやっていきたいものでございます。とりあえず中盤、後半にはなかったので、序盤ではないかと思うんですけれども、どうでしょうね。割とね、無駄なところっていうのが結構あるんですよ。あるんじゃねえのみたいな思ったとこはないんですね。俺は違うな。探してね、行きましょう。そうですよ、そこの3つの横になんか見えたよね。扉が見えてるわけですよ、あそこにね。なんだこれ。あんなとこに扉があるわけですよ。こっちはさっき言ったよね。どういうことでしょうか。ここに登ればなんかわかるのかな？ああ、足りない。ただし、こっから出るよ、こともできず。なかなかね、疑い出したら、キリがない。ですよ、本当に。不思議なもので。
まあ、あんまり序盤に置かないんじゃないかなという推測のもとにね、思ってるんですけども、どうでしょうね。まあ、わからないですね。序盤にあったものもあったのね。しゃがむっていうことができないので、2マスは通れないです。通れるのはあくまでも3マス以上。意外なところから登れたりするっていうケースはよくあるんですよ。無意味そうに見えて意味があるパターンもね。トークンの場所がせめて見えるならばまだわかるんですけどね。こうも見えないとなかなか難敵ですよ。どうでしょうね。攻略ですとか言っといて攻略できなかったりして。意外とその可能性はあり得るなーって感じですね。広いマップほどね、わかりにくいですからね。これは一度クリアしてるんでね、本筋は分かってるんです。あとは横道、なんですね。ここに落ちてもね、もう、ねえ、戻れないからね。お、いけた。あそこ行けんのかな。行ったところでって感じですよね。場所がね、せめて見えるならね、本当にわかるんですけどね、見えないからね、困ったことにな。今回は難易度高そうですね。大体ね、6のはね、高いんですよ。見つからない場所にある。よく考えてるもんですよ。これ作った方が素晴らしい。見つける方がね、比較的
なんとかなるもんですよ。意外なね、落とし穴なんですよね。まあ、見つからなかったらまた、裏で頑張ります。いやー、見つけるのに1時間単位に下手するともっとかかったものありますからね。考えますね、このゲームは。さっきのとこですもんね。あれ？あ、違った。なんかいるー。おまけですね。おまけモードですね。なんかこういう隠し部屋みたいなのありますね。隠し部屋でございましたまあ、だからといって、こんなところにはトークンは残さねえぞというですね、強い意志を感じる。トークン？違いますよ。残念でしたっていうんですね。なんということでしょう。さっきの逆のところですね。逆のところもちゃんと来れるんですね。しかし、落ちてしまった。さあ、なかなか悩ましいですな。あ、やべえ、積んだ。これはダメですね。これはダメだ、積んだ。積んでしまわれた。これは、やり直さなきゃいけない。ダメです。あ、青いのがなくなったんで開けられなくなっちゃった。もう一回。いやー、これ難しいですよ。難敵だ。もっと奥にあるんですかね。手前にあるような気もするんですけど。いやー、本当に疑い出したらですね、すべて疑ってしまう。そんなゲーム。
んなとこにねえだろうしな。ガンガン行きましょう。はい、戻ってきましたね。考えれば考えるほどドツボにはまるゲームですな。案外もっと先の可能性もありますね。行きますよ。お？さあ、どこでしょうね。いや、ほんと。どこにでもなんかありそうな感じなんですよね。これ散るとやり直し、最初からやり直しですからね。気をつけなきゃ。おお、やっちまったか。まあなんとかなる。危ねえ。潰された。ゴスッという音とともに。若干ホラーでした。大丈夫。私が死んでも代わりはいいもん。さっきのところは違うんですね。どこにいるんだ、トークンよ。私に顔を見せておくれ。せめてね、場所が分かればいいんですけど、こうも隠れてるとね、なかなか難しい。やっぱ見るとね、だいたい目星がつくんですよね。見ないのはね、結構難易度高い。あれ、また落ちるとかだ。あそこに行ったところでね。
この辺なんじゃねえかなという気はするんですけども、違うような気もする。これも上行ったらもう終わりですからね。あ、終わんないか。もう戻れない。何もないね。こんな分かりやすいところには載せないと思うんですよね。この辺からだろうと踏んでいるんですけれども、ないですね。案外ね、ものすごい狭いところにあるパターンもあるんですね。違うってことはねえな。ズームとかできたら最高なんですけどね。ありそうじゃない。そこはいけないな。16個もあるよね。まあ、なんとかなると思うんですけど。ぶねえ、はっはそれでと。ここはジャンプで行けるんですね。
コメ君とね、もうほぼね、クリアなんですよ。クリアに近い。ここ出れるな。よし、発見しましたー。てってて、こんなとこにありやがった。それわかんねえよ。ほらね。いや、テンションいいね、いいね。いやー。ほらね、これはわからないって。いやー、よかった。いやー、オフラインでずっとやることになるのかと思ってたんでね。なんとか、見つかってよかった。見えたのかな？いや、見えない見えない。ギリギリ見えないところに。今回は全く見えない。全部見えないところからね。来たので。いや、よかったよかった。いや。だから本当にわかんないんですよ。いや、まあ、よく見つけられた。よかった。ダメかなと思ったんですけど。あとはクリアするだけだな。ああ、ここ置けんのか。よっしゃ。いやー、結構かかったよ。難易度高かったですね。もう、しかし、終わり。でございます。やったね。これでどうなるかっていうとですね、クリアしました。実績の解除になります。探索者。これで、ワールド1と2は、フルコンプリートしました。それでは次は、ワールド3、2から始まるところ、という感じですね。今回ちょっと大物でございました。それではですね、こんな感じですけども、最後まで見てくれてありがとうございました。次は3の1からスタートしようと思います。シルビでした。